日本神奈川県川崎市南河原の南河原は、神奈川県川崎市にかつて存在した大技。旧吉祝郡南河原村、吉祝郡三行村、南河原。高知整理によりいくつかの町が分立した後、1964年に残部を包含する形で、駅前本町が設置され、南河原は消滅した。後に設置された幸区の南端に位置し、 南東端を東海道本線が通過している。多摩川の氾濫源に位置し、地域の外縁部は自然堤防の備光地、その他は低湿地となっていた。南河原には以下のような小技が存在した。実感が付されているが、兵と己は不明である。当地の中世以前の歴史は明らかとなっていない。江戸時代を通じて当地は天領であった。村高は昇法年間の 武蔵田園墓で478国8と余り、原禄豪町では644国5と余り、天保豪町や幕末の急行給料取調べ町では649国余りとなっていた。新編武蔵風土気候では民家90件。用水としては熱気領用水から分流した南河原の用水を用いていた。笛液として百九十四年 山川の屈曲部に位置して、水の衝撃が大きいため、田中急具により強固な堤防が築かれていたほか、当地の女体神社も、洪水を沈めるために命をとした女性の霊を祀ったという遺書がある。明治維新以降当地は神奈川県に属し、行政上は南河原の村、三重金村、川崎市と推移していった。口述のように、駅周辺には、 明治末期から工場が設置されていったが、それ以外は、出田や他にもできない沼地が広がっており、明治中期以降果樹園が作られたところもあった。川崎市の成立以降、高知整理により、地域から町がいくつか新設され、残った地域も1964年には消滅した。戦後には、出田や沼地も埋め立てられ住宅街と化していった。 工業化、景品工業地帯が発展するにつれて、川崎市も工業化していくこととなるが、その先駆けとなったのが、南河原であった。明治政党の工場1905年に設立された横浜政党は、玉川の水運と川崎駅からの鉄道という、交通の便があること、また当時の当地は農村地帯であり、品川方面はすでに坪20円以上の地下であったが、 地元の大地主であった石井大輔が誘致のために事故の土地を坪一円で提供したこと、さらには大四電気鉄道が近隣の国崎に火力発電所を設置しており電力を確保できたなど好条件があり、当地に工場を設置し1908年に創業を開始した。横浜政党は1911年に明治政党へ吸収されたが、当地の工場は 拡充を続け、1925年には、系列の明治聖火も、隣接地に進出した。そして、東京電機も、ゼネラルエレクトリックとの提携で工場の新設が必要となり、前述のような工場券や、藤岡一介や立川雄次郎など、東京電機の経営陣が、大志電気鉄道の設立にも関与しており、当地周辺の事情を熟知していたことも手伝い、やはり、 石井大介が土地を取りまとめて、壺1円から1円50銭で提供し、1908年には、ソケットや、変圧器の工場が創業を開始した。隣の明治政党もろとも1911年の8月には、玉川の氾濫に襲われるが、河山の土を盛ることで対策とした。洪水の影響で遅れていたものの、1913年には、電球工場が竣工し、 東京電機の本社も当地へ移転した。再開発、昭和後期以降には、周辺の宅地化や工場再配置促進法などの事情により、工場が転出していき、跡地は再開発が行われるようになっていった。具体的には、明治政党の工場が1980年に千葉市へと移転していき、跡地は川崎テクノピアとなったが、この再開発に関連して、 川崎市条約へリクルートコスモスの未公開株が譲とされていたことがスクープされ、そこから一連のリクルート事件が明らかとなっていった。また、隣接する明治聖火の跡地はソリッドスクエアとなり、2000年に閉鎖した投資。そして、堀川町工場に隣接した柳町事業所も2003年に敷地がキャノンに売却され、同社が 生産技術の拠点とする川崎事業所を設置している。新編武蔵風土機構では、当地はもともと河原であり、対岸の八幡塚村から移住した人たちが、開墾したため、玉川の南側にある河原として、南河原と呼ばれるようになったとするが、川崎志向では、戦国期前は、玉川が当地の南を通っていたとして、八幡塚の南側にある河原の意味合いだとしている。 行政地名としての南河原は常日のように1964年に消滅しているが、それから半世紀ほどが過ぎた2012年時点でも南河原を名乗る施設が現存している。ありがとうございます。